でもなんでみんなそんな嫌なの？私の元彼なんだけど、なんで私の元彼がそんな嫌なの？それはなんでなの？いや面白いと思うよ、うん、ねえ、こうきちゃんとたくまくんといいじゃん、うん、私昨日話せなかったんだよな、気まずくって。なんかみんながさコメントでさ、なんか話しかけんなとかさ、話すなって言うからなんか喋れなくって、久々に話したかったんだよ昨日は。でたくまくんがね、女性とコラボしたいってタイトルにしてたから、コラボするってコメントしたの私。なんでかわかんない、なんでたくまが嫌われてるのかわかんないけど、でもこれ前のリスナーじゃないんじゃないかな、たくまのアンチが入ってんのかな俺。うんね、ね、てな感じでね、そんな悪く言わないで、たくまくんもいい子だから、こうきちゃんもいい子だと思うよ。あんまりね、あの勝手に考えてするのも良くない。レイくんもいい人だったし、太郎くんもいい人だった。もう太郎くんも、まあレイくんは、太郎くんはいい人エリアだよね、マイルの中で。ちょっと山田くんと似てるかもしんない、自分の中で。なんかこう私が孤立してたら、あの優しくしてくれたからね。私人見知りでさ、マユ大丈夫かとか言って優しかった。エリアから外されたからあ、エンディさん、エンディさん女子会しようよ、うん、太郎くん優しかったね、うん、うん、ただ私太郎くんとマジでイチャイチャしてないと思うんだけど、うん、優しいよ、うん、私の。え、ま、待って、私エンディさんって何エリアだろう。いやエンディさんだってさ、メンヘラなんだもん。メンヘラっつーかさ、なんか結構強靭系じゃん、強靭だからさ、ほんと AB 型って感じの。そう、次の日になったらうわーって言いそうじゃん。まあでもね、タロくんもね、メンヘラっぽいんだよね、なんかすぐ人をブロックするっぽい。じゃあどうしようかな。でこうきちゃんはまだね、わかんない。こうきちゃんいつあの東京来るの、日程分かったら連絡するって来たけど、でたくまくんは東京だから、いつしようかなって、うんうん、たくまとコロちゃんの、まあちょっとやきもちは焼いちゃったかな、えへ。どうしようかな、12時に配信切ろうかな、12時に。じゃあたくまくんに電話してみよう。たくま、ちょっと待って、たくまくんの電話番号、もし、あれ、はい、あれ、配信終わっちゃった？はい、あの今 TikTok いますね。あ、 TikTok やってるんだ。はい。あ、そうなんだ。え、電話って大丈夫なの？ TikTok って。わかんない。も
あ、わかった。はい。なんで TikTok 行ってんの？あれ、パルちゃんからも電話来てる。山田くんからも来てる。ちょっと私ね、ほんと配信見ないから。角膜ふわっちやるって。いや、未練とかじゃないけどね。ただ私が別にさ、誰かと元彼とか絡んでたりとか、誰々と絡んでがっかりとか、そういうこと言うのやめてくんない？そんなことを決めないでよ。私の人生をさ、他人が、私が誰かと絡んでがっかりとか、決めないでよ。私は人形じゃないから、ラジコンじゃないし。もう投げないね。いや、いいよ。じゃあブロックするから。そんなこといちいち言ってくるやつ。マユリスじゃないわ、そんなこと言ってくる人。私の気持ち、私のことなんて何も考えてないじゃん。そう。自由だけど、私に言ってこないでよ、それ。ねえ。私に言ってこないでよ、それ。うん。うん、私はリスナーさんのことを考えてなかったら、私は配信だって昨日頑張ったんだって、やっぱりリスナーさんを楽しませたいからじゃん、うん、本当だよね。むすびさん、ゆうさんかな、うん、なんでそれでリスナーさんを騙したってことなの？そうだよ、リスナー騙して謝るよって。だから何を騙したことになってんの？ちょっと排除します。私は別にさ、だってたくまくんと絶対に絡まないなんて言ってないしね。騙されたとかさ、どういうことなん？騙したとか謝れとかさ、何を言ってんのって感じ。分からん、何言ってんのかよく分かんない、うん、そう、私まあそうね、つなちゃんの時もそうだけど、別に私があのみんなに言われて絡まないとかないからね。でまあ結局だから、OKね、つなちゃんとまあ疎遠になっちゃったけど、でもそれは私が感じて疎遠になって納得いって、それでよかったって思うんだからさ、うん、でしょ。ね、うん、だから別に何かあっても、ほら言ったでしょって言われてもね。あー、ありがとう。あ、 A ちゃん久しぶり。 A ちゃんありがとう。楽しかった、楽しかったです、楽しかったです。まあただ両タッチョさんとかね、絡めなかったけど、すごいね。なんかやっぱこうすごかった。なんか昨日屋形船で、そのまあ両タッチョさんとかさ、無限さんとかさ、なんか、まあ、5、6人のなんか団体で歩いてたんだよ。無限グループが歩いてきて目の前を、なんか違うんだよね、空気が。で無限さんはこうやってなんか何かを持ってこうやって歩いてた、ダリーみたいな感じで、なんかわかる、あの極戦のさ、
亀梨と赤西のが歩いてきたような、なんかすごいなんかこうオーラがあるあるあったね、すごい。いやバカにした、本当にオーラがかっこよくて、わそうキラキラ勢かな、キラキラ勢、オーラがあった、なんか、あそう花があって、そう、いや私もちょっと両タッチさんわかんない、知らないけど、いや緊張しましたねすごく、え待って嘘でしょって思った、こんなキラキラしてる中にゼロワンが入ってるっていうのがって思うとすごいね、あん中にゼロワンがいるのすごいんだけど、絵面も想像つかんし、なんか、花壇の F だから、ふわっちの F4 が恥ずかしく思えちゃうようなさ、あでもなんか01にはちょっとなんかえって思ったことがあるわ、なんかちょっと悲しかったのがさ、まゆちゃん配信好き、昨日も面白かったよ、あーちょちゃん、ちょちゃんありがとう、見守っててくれてた、ありがとうございます、いやなんかさ、あの養分がさ、なんかずっとなんか言ってて、なんか揉めてたのか知らんけど、なんかゼロワンとなんか養分がで電話してたんかな、なんかでなんか揉めて電話して、なんか最後電話切るときにさ、なんか養分がもう関わらない、お互い関わらないってことで言ってたら、あいいよ別に興味ないし需要ないしって言った言葉で、はい、電話切ったのね、なんかそれがすごくなんか悲しかった、すごい、需要ないしっていう言葉ってなんか一番傷つくかな、配信者として、一番ちょっと私言われたら、しかももともと養分の運転手してたんだよね、ゼロワンってね、なんかすごくなんか悲しかったな、聞きたくなかったし、確かにゼロワンはすごいけど変わったなって思っちゃったね、変わってほしくないかったけど、なんかね、やなんかプロレスじゃないよ、お前がとやかくっていうか、それって全部配信上のことだから、リスナーさんが思うように見てる人はさ、ねちょっとやめて、ブロックするね総理、なんか総理がコメントあれしてくる、パルちゃんもうざかった、まあでもなんかそういうキャラとかもあるじゃん、だって、まあなんかそのなんだっけ、投げ銭が騒がれてたんだっけね、そのイベントの時になんかパルちゃんが爆投げしたのがなんかこう 身内投げが嫌だったみたいな感じ、まあなんかあのなんだろう、はまあ配信リスナーからするとさ、まあ配信者が爆投げとかしちゃうと面白くないもんね、面白く、まあリスナーさんからしても面白くないのか、あ電話来た、たくまくん、あもしもし、もしもし、今配信してるの、あ今つけた、あそうなんだ、いやなんかさ、あのたくまくんとあのコラボしようかなっていう話を配信でしたんだけどさ、あダメだって、えダメだって、いやダメっていうか、まあ荒れたけど、まあ近々しようかなって、あいいと思う、っ
ていう話はさっきしてたんだけど、そうだからさっき電話したんだよ。ああ、そうなんだ、うん、そう。何する？どうしようかな。着物着るか。着物？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 浴衣ってこと？着物？浅草？あ、浅草ね。あ、いいんじゃない？うん、やることないよ。でなんかさ、コメントでさ、あのなんかコラちゃんがかわいそうってめっちゃ来るんだよ。うん、コラちゃんはあれエンタメだよね多分。うん、あ、わかんないけど、まあ、でもエンタメだと思ったんだけど。ね、え？かわいそうね。でもかわいそう言ったの。俺誰とも付き合ってないし。ちょっとコラちゃんはエンタメだと思ったんだけど、そうじゃないの？うん、いやわかんないです僕も。エンタメなんじゃないですか？いやどうなんだろう、わかんない。僕もちょっとわかんないですけど、でも需要があるなら別に全然。結構コラちゃん配信能だからね。あ、そう。うん、沸かせたいっていう。コラとのコラボも俺は決まってるからね。うん、来月、再来月か。まあとりあえずどうしようかな、いつにしようかな。私イベント後半出るからイベント前がよくって。俺も後半出る。あ、そうなんだ。じゃあ今日が日曜日、今週のどっかだな。うーん、そうだね。俺明日予定あったけどそれもなくなったから。うん、いつでもいい。あ、そう。なんか昨日なんか話せなかったね。なんかちょっとは話そうかなって思ったんだけど、夜も思った、ちょっとは話そうかなって。そう、なんか気まずくってさ。いや、俺なんか気まずくなっちゃった。なんでだろうね。なんか気まずかったんだよ昨日。昨日何があったんだろうね。わからん。なんか俺からまた喋りかけて、なんか俺も調子になっちゃうからさ。うん、うん、なんかちょっと声かけて、うん、私でもなんか粘着とかストーカーって言われるのもちょっと尺だなとも思ったしさ。うん、なんかこっちもなんか変に意識しちゃってたもん。なんかね、目の前がさ、そう、たくまくんだったんだよテーブルが。うん、そうそう。まあたくまくん、じゃあ今週のどっかで。あ、だね。1から5か。ん？ 1 から 5？ そうだね。明日かもしれないし、明後日かもしれないし。そうだね。でも着物ってなると予約しないといけなくなるよ。まあ、当日でも結構予約できたはず。うん、でもまあ予約しといた方が安泰だね、早めに。たくまくん、着物で浅草ってなんかデートじゃない？なんかある逆に。あ、どういう見せ方をしていくのか、二人のコラボでどう。俺あんまり企画力ないからさ。いや、私もないけど、うん、なんだろう。じゃあ考えとくわ。うん、タクバク。どう？クン呼びなんかよそよそしいからやめてほしいんだけど。いや、なんかタクマくんって呼んでたじゃん。付き合う前よね。そう、だからタクマくんっていう癖がついちゃったんだけど。やめてほしいんだけど。あ、じゃあタクマ。あ、タクマ。たくま、くんづけなんか無理してる感がなんか感じちゃう。たくま。じゃあ私のことは、うん、なんて呼ぶの？これはマユ。あ、マキじゃないんだ。マキは特別だったわけじゃないよ。だから私もたくまって特別で呼んでたんだよ。あ、そう。そうだよ。Oh.
そう、ね、だからたくまくんって言うの。じゃあ俺はま、まあ、まきさんで。じゃあ私た、た、たくま、たくま。まきさんでいきます。ああ、ま、まきちゃんで。まきちゃんは、いや、まきかな。ま、まあまあまあ、まきちゃん。まあ、なんかこうやって話すのは久しぶりだね、たくま。そうだね。ね。なんか懐かしい。喋りにね、会った時も。ん？会った時、どうなるんだろうな。いや、わからんけど、この前、昨日はほんと喋れんかった。うん。昨日は喋れなかったね。ね。なんか、そっちの枠でさ、俺映すなとか喋んなとかさ。うん、そういうのがあったら知ってるから余計なんか距離俺を置いちゃったかも。いや最近はなかったけどね。うん、う、最近はなかったよ。うん、ならいいんだけど。うん、まあでも、うん、マキにとってあんまりメリットはないとは思うんでね。いや、コラボってコラボってあのメリットとかないよ。私コラボでメリットって結構ない。あ、そう。うん、メリット申し訳ないなみたいなのがあるけど、だって湧くと思うしね。まあね、うん、だってメリットってなると、うん、誰だメリット、メリット、メリットってないと思う。私誰とかとコラボってゼロワンぐらいかな。まあね、うん、まあ、OK、じゃあ明日明後日とかそこら辺の話で、うん、コラボの企画はまたちょっとお手連絡して。そうだね、分かった、うん、じゃあ たくま、また明日、うん、ああ終わったタイミングで俺の方が多分早く終わるから。あ、そうなんだ。うん、連絡して。じゃあ たくま、またね。またね。はい、じゃあね。じゃあ明日か明後日、明日か明後日ですね。たくまとなんか楽しみ、うん、あ、明日か明後日かし明後日か、うんうん、楽しみ。ちゃんと話すのいつぶりだろう。私多分たくまくんとちゃんと話すの別れてから一度もない。一度もないね、うん、なんかうちに来たこともあるんだよ。あるけど喋んなかった、あんまり関わってなかった。うちに来たのにね、うん、そう、リアだよ。たくまで病んでた。それはどうだろうね。さあどうでしょうね、うん、一回コラボしてない、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 うん、そうそうそう、うん、まあそんな感じで。こうきちゃんまだね、わかんないんだよね。こうきちゃんは日程がまだ分かんないから、分かったら連絡する、うん、そう。まあでも私もあと1時間で終わるけどね。みんなパルちゃんの枠に移動するからね、12時になったら。そう、パルちゃんとコラボを嫉妬したって、そういうことだよ。まあ嫉妬はしたかな。私ほんとね、焼きもち焼きなんだよね。あの、ほんとに私焼きもち焼き女だから、あのほんとそう、なんか病気なんかな、うん、私あの人狼めちゃくちゃうまいからね。じゃあ私あの占い師です。占い、あ、じゃあ狂人、ほんとは狂人なんだけど私、これ
強人なんだけど、はい、私占い師です。占って左隣を占ったら、なんと白でしたとか言うから、黒と言わず白でしたって、そういう風なことする。うまいと思うよ。楽しみ。ただそのメトロポリスっていうのが分かんないんだよ。いや分かんないけど、まあうまいんじゃない。たくまコラに電話して嫉妬させて、いや私それないと思うよ。コラちゃんたくまくんのこと好きじゃないと思うよ。そういうあのエンタメだと思う、間違いなく。本当にそうなの？コラちゃん泣いてるってそうなの？そうなの？そうなの？いや私それエンタメだと思うよ。いや好きじゃないと思うけど。好きじゃないと思うよ。なんかねコラちゃんって結構配信能で閲覧沸かせたい系なんだよ。そういう系だと思うよ。私もエンタメ女だからわかる。そうなの？エンタメでしょ？そうなの？エンタメだと思うよ。間違いなくそうだと思う。ツイキャスヤドンふわっちまゆ、なんか逆に決めつけダメだよじゃなくて、タヌキが決めつけてるんだよね。タヌキが決めつけてる。私も別にコラちゃんの悪口も言われてほしくない。ありがとう、いやどうせ配信見てないけどさ、嘘旗ばっかりなんだ。まあじゃああれじゃない、自分の目で見たらいいよ。ちょっと待って見てみるか。じゃあいいかもって思っちゃうから。いやもう変な男でもいいかな。
ういう配信やめた方がいいよ、古いから。男芸とか女芸とか古い。何歳まで生きてたの？30。小前さんね。あ、小前いいやつだと思う。男で。あ、じゃあ小前さんのお家にお泊まりしてこようかな、そしたら。でもお泊まりとかやめといた方がいいよ。いやもうわからん、なんなんこれ。いや俺がひどい？うん。いやなし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 、ちょっとめんどくさいってもう、なし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 、もうめんどくさいってもう、ちょっとよくわかんないもう、やめとくやめとく、やめます、やめます。ちょっとえ、これガチで好きなの？ネタでしょこれ完全に。いや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 、どういうことこれ。ごめん、私何も知らないから、ごめんなさい、ちょっと私知らないんで、うん、ちょっと私のまあ、復縁繰り返してる私からすると、多分コラちゃんとたくまくんはちょ裏で付き合ってて、裏で付き合ってるんだけど、それに怒ってるみたいな。私の人狼殺によると。二人は付き合ってて、で、ちょっと仕事してくるから、仕事してくるから、これ分かってね、みたいな感じなんだと思う。多分そうなんじゃないかな。うん。裏で付き合ってんだと思うよ。でもそれは仕事だからみたいな、たくまからすると多分そうなんじゃない、多分ね。私は別にそういうことはしたくないから、そういうことはしたくない、そう、経験者語る。私は今までそういうのずっと我慢してきたから、女芸とかさ、私も男芸もしてたしね、裏で付き合って。多分そうだと思うよ。多分そうだと思う。これ難しいっしょ。これはね、リスナーさんからすると分かんないかもしんないけど、配信者だから分かる。そう。配信所で付き合っても稼げないじゃん。たくまとかさ、もう最近全然ダメだったじゃん、コラちゃんと。配信してアイテム飛ばなくてさ、多分ね、いや多分そうだと思うよ、多分ね。だ、人狼は、まあ、人狼ってわけじゃないけど、まあ、しょうがないよこれは。あ、だって裏で付き合うことはさ、悪いことじゃないじゃん。だって稼げないし仕事だからさ。うん、私、ちなみに私、昨日って電話してないよ。なんかコメントで何件も来てるけど。私、たくまくんに昨日電話してないからね。うん。まあ、やめときます、ちょっと。ちょっと揉め事めんどくさいから、揉めるのはちょっと嫌なんだよ。別に炎上するのはいいけど。うん。だってめんどくさいじゃん。私もわかるんだよ。そういうの我慢してたから。私もね、クルちゃんに過去ゼロワンと付き合った時にさ、クルちゃん本当に10万円払うから、
10万円で、ね、クルちゃんお金好きだと思ってたから10万円あの振り込むんで、あのコラボしないでほしいとか言って、だからその気持ちはわかるからしないよ。そう、いやいいよ10万円はって言われたけど、その後コラボしてたけどさ、その後コラボしてたし、なんならクルちゃんのゼロはうちに来たしね、もうマジ意味わかんないとか言って、マジで意味わかんないよって、うんうん、そんなこともあった。まあめんどくさいからいいよ、うん、あのコラボ謎だったね、懐かしいね。たくまに電話するか、じゃあちょっと待って、うーん、今まだコラボしてるから、これ終わったらじゃあ電話するか、たくまくんに、これ終わったら、うん、終わったらでね、うん、まあ違うんだよね、たくまくんはあのなんだろう、愛されたいんだよね、きっと愛されたいんだと思うよ、いろんな子に。なんかそれをこうもっとあのリスナーさんにそういう気持ちになったらもっとうまくいくのにね、もったいないよね、うん、もったいないけど、まあでもそれは私が言うのもおこがましいから、うん、ねえ、なるほどね、人間模様って難しいわ、本当人間模様、うん、いや私ね、なんか喉がちょっと調子悪いんだよね。あー、まゆちゃんかわいい、ドリーム花火来た、ありがとうございます、ドリーム花火、あー、ありがとう、わありがとう。まあ、ちょっといろいろあるんだけどさ。ありがとうございます。めちゃくちゃ久しぶりじゃない？うん。めちゃくちゃ久しぶり。うん。まあちょっと、悪口はやめてあげて。悪口は、女芸は湧くけど、湧くけどね、うん、まあでもなんか男女芸ってさ湧くけどさ、あの湧くけどもなんか消費期限があるよね。どんなに面白い人でもさ、例えばゼロワンの時でもさ飽きたって言われたぐらいだから、もう旬が終わるともうこの人もういいよコラボってなるからね、うん、うん、まあ一瞬だよね一瞬、うん、一瞬、うん、あー、うわー、ありがとう、ちょっと待ってありがとう、
ちょっとね、いろいろあるんだけど、いろいろね、もう言えないこととかもあるんだよ、匿名さん。ありがとう。うん、ありがとう、パチコメ。てか、受ける、匿名さんレベル100なの受けるんだけど。あ、でも01でもあれだよ、もう。別れたり付き合ったり繰り返してたからね。うん、ところで今日の人狼メンバーは、噂によると、タルちゃんと、マユとクルちゃん、ヨウブンと、ネトプリとセブンさん。ね。あ、今日やる。やるけど、朝までやってるじゃん。まあ別に最初から参加しなくてもね、いいんじゃない？うん。うん。わかんない。それがね、時間が決まってない。パルちゃん、配信者ってさ、時間決めれないからさ。ちょっとトイレ行ってくる。あ、ドリーム花火ってレベル100じゃないんだ。うん。むーちゃんの仲良くしてほしいまで。あ、ありがとうございます。あれ、私、匿名さんフォローしてないな。ちょっと待って。ありがとう。あ、これフォローしない方がいいのかな。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あっちで変なコメしてる。私のアンチがうざいな、本当。昨日集合してから人狼始まるまでに2時間かかった。まあじゃあ別にね、まだ配信始めたばっかだし。いっか。ちょっとたくまくんに電話してみるか。じゃあ、てかこれでいいか、コラボバトルでいいか。別に、うん、あれ出てこない。電話でいいか。あれ、あ、もしもし。なんかさ、私コラちゃんさ、エンタメだと思ったんだけど、あの、たくまくんのこと好きなんかね。いやー、どうなんだろうね。俺は兄弟感。だからそのコメントとかでも、その、すごい来たから、コラちゃんがかわいそうみたいな。コラちゃんかわいそう言うたって別に付き合ってないしね。まあだから。これはなんか、これでなんか、自分から報告したら、向こうも閲覧増えるし、うん、ちょっとあれかなと思っただけ。うん。
なんかアレクサ音量1、あれかな、なんかめんどくさくなりそうじゃない、コラボしたら。だからめんどくさくなんないだろ。まあ違うホラーの件でめんどくさくはなんないと思うよ。いやなんか俺らの件でめんどくさいのは絶対あるけど、うん、私立てのかめんどくささが増すことは多分ない。私とタクマがめんどくさいことになることはないと思うけど、いや俺とマキがコラボするって、うん、多分もう枠も多少あれだと思うし、そっち系のコメントで批判みたいなのが多いと思う。どういうこと？コメントが荒れる、うん、方のめんどくささね。いや別にだからコラちゃんのことで荒れるんじゃないかなって思ってね。コラでは荒れないだろ。いやもう荒れてんだよこっち、なんか荒れてんだって実際。ちょっと待ってね。コラじゃもう荒れない。今はただ単にコラボしてほしくないから言ってるだけだと思うよ。美味しいネタあるやんって。あ、もしもし。うん、まあその私がまあコラちゃんとタクマくんがね、同棲企画してちょっとやきもち焼いちゃったとか言っちゃったし、なんかちょっと、いやでもコラちゃんエンタメだと思ってたから、もしそうだったらなんか複雑だよ。複雑だからまあなんか複雑じゃねえよ。いや私複雑だよね。すいません。いや複雑だよ、だってかわいそうじゃん。本当それが本当だったらね。うん。じゃそんなの一言も言ってないよ。ほら。なんて言ってたのじゃん。さっきコラボをしてたじゃん。うん。コラボしてお前とコラボすることになりましたっつって、うん、ああそうなんだ好きにすればみたいな、うん、そんなぐらい。あで一応最近、うん、タクコラでいろいろあったし、うん、マユの枠にもコラがなんちゃらかんちゃらっていうのがいっぱいあったから、一応なんかそういうムーブやから一応報告しましたっつって。ちなみにコラちゃんとは、うん、ズミなの？ズミセックス？うん。セッションしてないですね。ノーセッション。あ、ノーセッションなんだ。10日も一緒にいて。まあ、ってか私本当に知らない、わかんないからね。いやこれがさ、わかんないんだよ。配信者って何考えてんのか。これ本当に。いや俺もマキが何考えてるか分かんないよ。これが本当に本当なのかエンタメなのかっていうのは本人しか分かんないからね。私自分がエンタメするときって誰にも言わないもん。もうコラボ何するか決めちゃおうぜ。でコラちゃんがその絶縁タクマくんと、嘘だって。あ、嘘なの？絶縁までやっちゃうとちょっとあれだから、ちょっとタイトル変えたらしい。うん、タクマくんと喧嘩したんですよ今。これはエンタメなの？何なんだろう。これはエンタメだろ。いやそうじゃなくて、焼き餅焼いてるみたいなのはエンタメなの？コラちゃんのエンタメ？こんなのコラ自身しか分かんなくね。じゃ分かんないから。配信上で見せることなんて何も分かんない、何も信じてない。配信上の何々は、
絡取った時も別にそんなこと言われたこともないし、配信上のことは全部信じない。まあ、私の心理によると、はい、私のこの復縁を繰り返してきたプロの復縁師で裏でやり取りしまくる私にからすると、はい、コラちゃんとタクマくんはもう付き合ってて、いや付き合ってたら断るよね普通に。どうかなそれは、うん、それはどうかな。それでちょっとまゆと仕事だから、あのちょっとコラボで、俺ちょっと今月4月誕生日だし、ちょっとまゆからのリスナーいただくからちょっと我慢してほしい。あいつの全部奪うためのあれでちょっと一仕事やってくるから、俺だけを見ててとかね。その読みの筋は、うん、一応通るね。それ通るのかよ。その筋は通るわ。うん、でしょ。うん、で、さっき俺が仕事って言った発言は、うん、配信は全部仕事だから、うん、誰と言おうが全部仕事だよっていう。でしょ。で、本当に何もなかったら、たくまくんがね、別にわざわざコラボ申請してまで、コラちゃんの機嫌を伺う必要なんてないんだよ。伺お前人狼だろ。違うけど、あの俺はコラは結局俺ら両方ともリスナー減ったんだけど、今回の同棲でね、うん、でただ配信を少しでも応援したいなみたいなのあったのよ、いつまでもね。だから俺が今電話することによって名前も出てたし、うん、とりあえず閲覧もそっちに巻くのかなと。まあ、情報でもヘイトでも何でもいいから、そっちに少し閲覧流せたらいいなっていうのが一番、うん、なるほどね。ああ、これはどうしたらいいんだろうな。まあでもこれコラちゃんかわいそうって言ったら一生たくまくん女芸できないからね。そう確かに。これは、うん、たくまこらかわいそうってなって、俺が何もできなくなったらそれがかわいそうだと思う。逆に変に気使わせちゃってね、うん、まあでもその、いや、あ、うん、まあ私はだからたくまくんと久々にコラボしたら面白いかなとも思ったし、いや俺も面白いと。まあでもなんか私も両親があるからね。両親があるからね。だから本当になんかあれなのであれば、でもたくまくんもちゃんとなんか言ってあげたりとかしないと。なんか言ってあげたりって何？かわいそうだよ本当に。もしそうだったらね、好きなら好きで付き合うなら付き合うとかさ、そうじゃないんだったら。そういやだから俺は彼氏にはならないって言ってるよ。何も言われてないで、相手が気があるのに同棲とかしてたらさ、ねえ、たくまをそれはかわい、女の子の気持ちがかわいそうじゃない。でもはっきり言ってるよ、二人とも彼氏彼女はいらないって言ってるからね。まあ女心って秋の空だから、うん、それは知らんわ。いや知らんじゃなくて、うん、ねそんな、だって
て、じゃあ俺のことを好き、好意を抱いてる人に対して何でもかんでもはできない。いや、私が逆だったらね、はっきり言うけどね、はっきり言うし、なんて言うの、てか普通に興味ないしとか、てかあの普通にお泊まりとかしないかな、あのもう好意があるって気づいちゃったらね。だって無理だし、まあ好きなら好きで、まあ前、あ、まあちょっとありかなって思ったら、まあもう配信やっちゃってるからね、たくまくんとコラちゃんがもうそのまんま、もうな流れに乗ってタクコラやってまだやっちゃうけどね、絶対に無理じゃなかったら、まあ別にありだったらね。なるほど。うん、ね、たくま今月誕生日月でしょ、頑張んないと。あの特にたくまくん女性のリスナーさんが多いからさ、またたくまくんになっちゃってんじゃん。たくまだから女性のリスナーさんが多いから、ちょっとこれ4月って一番たくまの稼ぎ時でもあるし、頑張らないといけないから、はい、こんなことで揉めちゃうのはすごい良くないよ。揉めてないよ今。揉めてるっていうかイメージが良くないからさ、そこきっちり綺麗にしないと、はい、うん、そりゃそうだよ、だってお金稼ぐためにやってんだからさ。そうでしょ、たくまもだって別に遊びじゃないわけなんだからさ、うん、別にお遊びでたくまくんとコラボしようなんて思ってないからね。え、どういうこと。え、お遊びでコラボじゃないってどういうこと。お遊び、遊びでコラボするわけないじゃん。あ、仕事でってことでしょ。そうだよ、うん、それはわかるよ。でしょ、うん、まあだからね、リスナー、たくまくんのリスナーさんは女性が多いんだから、こういうのも見ててもリスナーさんもさ、いい気しないんだからさ、そうでしょ。まあでもさっきの俺の説明聞いていなくなる人なんてすぐいなくなるから別に。え、さっきの俺の説明を聞いていなくなる人はどうせすぐいなくなるから。まあ説明っつうか、なんか見ててなんかずるいなとかさ、まあ女性だからさ、人口が女性だからさ、やっぱ女性は女性に加担しちゃう。やっぱこう恋愛とかで傷ついた時とかってさ、大抵男が悪いから、たくまくんが悪いのかもとか思っちゃうよね、やっぱ。いや、それはたくまにとってあのそれこそデメリットなんだってね。まあそれってさ、まあ一般的に考えると、まあたくまくんはモテて、まあかっこいいかもしんないけど、でも配信だとやっぱこうね、傷ついてる女性の気持ちを分かる女性が多いから、それはイメージが良くないんだよ。まあ私が言える立場じゃないんだけど、私はもう全然ダメダメだし、ただね、たくまくんはもっとうまくいくはずの人だから、もったいないなって思っちゃうね。まあね、うん、よく言ってくれてたけど、うん。ね、たくま、見せ方ね、うん、せっかく魅力があるんだからもったいないよ、すごくもったいない。例えばなんかこう、まあ、女性とよくコラボするけどさ、まあ、なんかお客さんじゃん、リスナーさんってさ、なんかこう金払ってるホストが
ね、キャバ嬢と目の前でなんかこうセックス見せられてるような気分になっちゃうんだよきっと。まあね。そうで私金払ってんのにっていうさ、うん、でコラちゃん泣いてんのかな分かんないけど、それも客からするとなんでこんなの 見せつけなきゃいけないんだよっていう感じなんだよ今。あ、泣いてないね。なんか笑ってますけど。泣いてないのか。笑ってるなんか。うん、まあだからコラボはやっぱやめた方がいいかもね。なんでやめる？うん、なんかこれって。まあ私もそうだけど、タクマもコラボしてもタクマがイメージ悪くなっちゃうと思う。私もまあ別にいいけど、お前はじゃあなんで誘ってきたのよ。いやだって知らなかったもん、コラちゃんのことなんて。だから別に何もない。でも旗からすると、じゃあこれがコラちゃんがまあエンタメだったとしてもなんかイメージ悪いんじゃないか。じゃあコラちゃんに言えば。でも私ね 80% エンタメだと思ってんだけど。それを信じればいいじゃん。別に違う、私がどう、私は配信者だからあれだけど、俺そういうのは結構やだ。マキ何がコロコロ変わる。え、言ってることがってこと。え、じゃあコラボしようって、コラボしたけどやっぱやめようって言っちゃったから、それがコロコロ変わるってこと。いやでもそれはあの気分の問題じゃないからね。俺が招いたこと？招いたっていうか、まあまあ知らなかったっていうのもあるしさ、自分の中で別に状況は何も変わってないと思うよ。自分の中である程度こうイメージをこうつやってたわけよ、まあ、コラボしたらこういう感じに持っていってとかさ、それがなんか今全部崩れちゃってちょっとどうしようっていう感じもあるけど、私もヘイト向いてるよ、タクマ。それは最初からじゃなくて。え？コラボするってなった時点で、うん、コラボの気持ち考えてよ。というヘイトは同じじゃん。へ。まあ。まあでも本当に気持ちは聞いた方がいいんじゃない？たくま、これコラちゃんに聞いた。聞いたら何だって？そういうのじゃないって。でそういうのじゃないのであれば、たくまにヘイトが向いちゃうじゃん。あと俺は別にヘイト、私にもヘイト向くから。自分にヘイトが向くの嫌だから配信コラボするのやめとくと。そうじゃなくて、いやヘイト向くのがいいっていう思うこともよくないでしょ。だって二人は仲がいいんでしょ。仲がいいのにタクマ、お互いがプラスになんないとさ。お互いがプラスになる。そうだよ、だってお互いいい関係性なのに。今コラにとってマイナスなのかどうかは別に今現時点で測る必要ないと思う。コラちゃん別にマイナスじゃないと思うよ。コラちゃんのこれがエンタメだとして、エンタメでコラちゃんはあれだけど、でも そうするとタクマ最低ってなっちゃうじゃん。俺は最低でいいんだよ。でそこに私も一歩入っちゃうと私も最低になっちゃうから。だから自分にヘイトが向くの嫌だからコラボやめたことあるの。自分にっつうか、だから私はタクマとコラボしてお互いがプラスになったらいいなって思った。それはそうじゃない。私とコラボするからにはタクマもイメージ上がったらいいなとは思ってたよ。
いや今はね絶対ダメだよダメだよって言うけど、実際に2人コラボしてみたら、あいいじゃんってなるところもあるんだよ。ふわっちって単純なところもあるから。今はならないって言うけど、だって最初タクマって私と付き合う前絶対ダメ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 ってなってたのに、付き合ったらすごいイメージ変わったってタクマユリスナーさん増えたからね。事実それは、それはあの実践してるから。まあそうなったらいいなって思ったけど、でもただのコラボだからね。でもマキもさっき言った通り、じゃあコアちゃんもどうのこうのって言ったら、うん、俺一生女性とコラボできないし。そうだよ、だからまあでもタクマ、うん、そうだよ、だからタクマも俺はヘイト向いていいとかじゃなくて、そうなるとやっぱこうタクマのリスナーさんが不安、なんかこう不安になっちゃったりとかさ。俺の皆さんが何で変わったの？それ。だから、そうじゃない？うん、コラボは変わらずやろう。罪深い男なんだよ。じゃあコラちゃんにちゃんとありならありで、コラちゃんにそんなこと言われてもないのに、なんで俺がそんなうぬぼれてさ、じゃあ勝手に俺が男として見られています、俺は女性として見てませんよなんて言わなきゃいけないの、恥ずかしいんだけど。まあでも私もエンタメだと思うんだよね、コラちゃん。どう考えてもなんで俺がどう考えてもエンタメなんだよね。そうだよね、めちゃくちゃ恥ずかしい。それいやそうなんだよね、どう考えてもそうなんだよね。あであともう一個さ言おうと思ってたんだけど、なんか駒井くんとコラボ阻止したの？えしてないよ。あしてないんだ。じゃあウサハトなんだ。ちゃっかり束縛してんのかと思った。あ、違う違う、うん、なんだっけな、狛江、じゃあ私もコラボしようかなみたいな流れから、うん、狛江くんち泊まりに行くみたいな、うん、言うから、そういうのは、うん、その質を下げるからやめた方がいいんじゃないのって言った。いやいや、質を下げるって、あの付き合ってない男とあのもうそういうことしてる時点で質はもう下がってんだって。だからそれをじゃあ何回もやってもいいって言ったら違う。 あ、じゃあ私から言ってしまうと、コラちゃんはあのもうタクマの専用になっちゃってるから、あの逆に行っちゃった方がいい。じゃないとタクマのイメージがついちゃって、タクマタクマってなっちゃうから、逆にあの他の人ともその同棲企画したっていうのをやっちゃった方がコラちゃんはいいと思う。もうそこまでやっちゃったらね、もう。いや俺は逆だね。うん、もうなんかそんななんか、それはタクマが嫌なだけだよ。いや独占とかじゃなくて、うん、そんな軽い女みたいな、そこまでエンタメに走れること子じゃないからさ、あの子はね、振り切って、うん、でそこまで無理する必要はないと思う。でもじゃあやっぱタクマのこと好きなんじゃない？え、そうじゃないの？エンタメできる子じゃない、エンタメができる子じゃないのであれば、好きだから同棲企画したんじゃないの？北海道で一緒にスノボ行ったんだよね、うん、その前にも会ったことあって、スパークでね、うん、あ、ごめん、ちょっと待って。その時、まあ、人として信用できるなっていう見え方に変わって、こっち来る時に、まだなんか前半予定ないから
じゃあうち来ればってなっただけよ。いない今もしかして。いないね。あ、トイレ、あ、ごめん。うん、なんだっけ。だから言いなかったんだ。誰が好きだからとかではなく、北海道でコラボしてこう人として信用できるなっていうのが深まって、うん、同棲になっただけだ。こっち来るとき前半の予定がないし、ホテルもまだ取ってないんだよねって言うから、じゃあうち使いなって言ったの。うん、俺いない日とかもあると思うけど、うん、それでも好きに使っていいよ、うん、ホテル代も浮くし、長めなね、関東入りだから。まあだから、まあそんな長く一緒にいたら、なんかこう感情が出ちゃったんじゃない、なんか。で、コラちゃんからすると、ね、俺以外の男とこ行かない方がいいよって言ってて、私は、ね、たくまくん専用の同棲とかしてたのに、たくまくんは他の女とコラボするんだみたいなさ。最初からそういうイメージだよ。だから、最初からそういうイメージでも、女心は秋の空なんだから。秋の空は読めねえから。うん。そんな深読みしなくていい。まあ、たくまくん、しっかりとコラちゃんと清算しな、なんか。清算するも何も生まれてないんだもん。うん、だから。生まれてないものは俺がどうやって清算するんだよ。勘違いやん。で、たくまはちゃんとコラちゃんとそういうことをすんなりなんかして、あの、しないと、たくまも、あの、女芸つうか、配信が狭まっちゃうから、ちゃんと やれば。狭まんないよ。関係ないもんだって。だからそこ。配信とプライベートなんて特に。プライベートじゃないじゃん。じゃあコラちゃんと3人でコラボするじゃん。あ、北海道か。来れないよ。いや、私なんかしつこいこと言った？何もしつこいこと言ってないじゃん。うん、3人のコラボはまた違うんじゃないですか。うん、何それ、うん、絶対嫌だって言うよ。私なんかしつこいこと言ったか。一回でも。まあちょっと一旦保留で、たくま。うん、ね、保留する意味ないから決めちゃおうぜ。保留する意味がない。だからその保留の間に何とかすればいいじゃん。だからそこで、じゃあコラちゃんがちょっとでももやってしちゃうんだったら、もうそれは嫌なの私。そんなん無理だろ。え？他人の目気にして配信するなんてもう一生できない配信なんて。他人じゃないでしょ。コラちゃんは大切なエリアなんでしょ多分。大切なエリアです。でしょ？じゃあちゃんとしてよ、そこは。ちゃんと話さないと、わかんない。たくまが俺はこう思ってるけど、相手がそう思ってないかもしんないんだから、ちゃんと話しなよ。で、付き合うなら付き合うで、それもいいと思うし。じゃあ、マキと俺の関係であってさ、そこにわざわざコラを入れる必要はないんだよ。だから、そうなんだけど、でも大切エリアのコラちゃんがをもやっとさせていいの、たくま。いや、そんなんで離れる仲じゃないから大丈夫。だからたくま、コラボしました。でコラがもうやだ、たくまくんとコラボしたくない、北海道でもコラボしないとかいう子じゃない。だからそれ我慢させて、いい子だから我慢しちゃうかもしれないよ。じゃあ我慢させる、誘わない。じゃあコラ自身が俺に好意を持っていてとか言われたって、俺は知らんわ。そんなもん、配信じゃコラボもできません、そんなん知らんわ。で、たくまもじゃあいいように言ってんじゃない、コラちゃんに。なんて。うん、だからそういうのを本人に言った。
で本人にすっぱりそうやって言った？覚えてないけど。覚えてないけどじゃなくて、だからそういうのも一旦保留にして、じゃあなんだろう、相手からすると気を持たせてるかもしんないんだから、そうじゃないんだったら、そうじゃないとか。気がないんだから関係ねえやん、そんなもん。え？向こうに気があるの、俺に気がないんだからいいじゃん、別に。だからそう言えば。だからそこまで言うの恥ずかしいんですけど。え、だから、じゃ恥ずかしいというか、じゃタイトルでこういうこと言ってたけど、それは何なのとかさ。で、なんか周りがそう言ってるけど、実際どうなのぶっちゃけとかさ、分からんけど。そこまで詰める必要ないんだけど。だからそれはコラちゃんに好意を持ってほしいからなんだよ、タグマ。好意を持っててほしいからだよ、それ。そうでしょ。いやだって彼女いらないんだよ。うん、いやそこはどうか分からんけど、俺そこまでしたくないんだけど、こらそこまで気にしてほしくもない、マキにね。だから今私が配信で言ってこうなっちゃってるから、今たくまに言ってんだよ、コラボって。うん、コラボでいいじゃん。でもさ、それこそだって別にコラボも仕事なわけじゃん。そうだけど、そんなの気にせずコラボしたらいいと思うけどね。まあちょっと保留かな、ちょっと保留で。そうね、これは別に、まあ、行ってきなみたいな、うん、感じ。まあ、それは行かないでとは言わないんじゃない。だってもやついてるのはマキ一人だけ。いや、もやついてるとかじゃなくてさ、いやだそれはじゃあ決めつけなかもしんない、たくま。コラちゃんがもやついてるのかもしんないから。私はせっかくタクマとコラボするんだったら、ドロドロしたくないんだよ。ドロドロしてるか今。もうドロドロしてんじゃん。ドロドロしてるよ。まだコラボしてんだよ、うちら。してないのにさ、宣伝しただけでこれだよ。ただドロドロよ。え？まだドロドロだと思うよ。俺らがコラボ今しても。そんなことない。そんなことなかった、絶対。やり方次第だから。そんなでもちょっと状況が変わっちゃったからね、これは。うん、まあね。でたくま、何、誕生日はどうすんの？何配信すんの？巻き配信。誕生日？誕生日？誕生日巻き配信ってこと？巻きを紹介しに行く。そうなんだ。まあストーカーだと私負けないけどね。ストーカーされなかったけどな、ゴミみたいな男だから。いや、私ストーカーしたよね、たくまくんのこと。
少ない。あんまりストーカーのうちに入らない。7万円払って私ストーカーしたよね、タクシー。足りないっていうのもおかしいけど、たくま少なかったね、うん、ストーカーされた気になかったの。あ、そうなんだ。まあね、わかんない。たくまは何を考えてんの。何を考えてるか。うん。もう人狼の時間だよ。いや、人狼はまだやんない。12時じゃないの。なんかね、スタートから2時間ぐらいかかるから、で、私まだ配信2時間しかしてないから、もうちょっと配信してから、配信終わろうかなって感じ。そう。まあ、ちょ、たくま、じゃあ一旦保留で、でたくまもたくまで一回ちゃん…生産することねえから、俺は。あ、そうなの。うん、まあちょっと、まあやり方人それぞれだからね。じゃあたくま、またね、ごめんね、なんか。うん、ありがとう、ごめん。はい。はーい。あ、ちょっとトイレ行ってくる。どうしようかな、何時に配信終わろうかな。まあとりあえずですね、まあ一旦保留ですね。保留です。一旦保留です。ちょっと面倒くさいことが嫌なんで私、面倒くさいことが、私からすると、あ、ありがとう。だ、前からすると、まあこの前、あの、なんだろうね、焼き餅焼いたなとかさ、ちょっとコラボしたら面白いことなるかもとか、そういう気持ちであれしたいなって思ったけど、まさかのさ、まさかのちょっと違う展開が出てきちゃったから、そうなると別にそこまでしてってわけじゃないからさ、保留です。そんな感じ。めんどくさいな、もう。01がコラボしてくれるわけないじゃん、もう雲の上の存在なんだから。01がコラボしてくれるわけないじゃん。そう、一旦保留だね。だって絶対にコラボしないってなると、コラボしたら嘘になっちゃうから保留だね。そんな感じ。あ、皆さん、もうすぐ12時なんですけど、あの、3月は、あの、ありがとうございました。3月は、たくさん皆さん応援してくれてありがとうございました。ありがとうございました。なんかな、なんか、もったいないなと思う、たくまって。なんか、もっとうまくやり、私も結構うまくいけん、うまくできないけど、私もよくヘマするけど、だとしてもなんかね、もうちょっとうまくやったらいいのになって。
いや、なんかもっとプラチナプラスとかいける逸材なんじゃない？やっぱ私の元彼なんだから。私の元彼、私の愛した男なんだから。ゼロワンだってすごいじゃんね。やっぱ私が惚れたのであれば、あのね、もっとうまくいくはずなのに。そうじゃない。もういいって、もうアンケートしてもみんな ダメって書くの分かってんだから、もう分かってんだから、うん、分かってんだから、うん、え、何これ、え、なんかタヌキが変わってる。は？なんか可愛くなってる。え、なん、嫌なんだけど、これ何？何これ、これ嫌なんだけど。あ、エイプリルフール？どうしよっかな。今日エイプリルフールじゃん、どうしよっかな。え、今日だけ？かわいい、いや、なんか見えづらい。見えづらいんだけど、これ、うん。今日限定なの、これ。なんかチカチカして嫌なんだけど、これ。嫌なんだけど、これ。え、銀タヌも違うの？ウケる。え、金タヌいない？金タヌ。うん。金タヌは金タヌ。なんか銀タヌ凛々しいんだけど、金タヌはどんな感じなの？いないんですか？あ、へえ、うん、いた、うん、やだわこれ、うん、見づらいんですけど、これ見づらい、やだやだ、うん、芸が細かい、どうしようかな。あ、プラチナタヌキさん、なんかプラチナとこの銀タヌの違いが全然分かんなくなっちゃったじゃんね。うん、違いが分かんないじゃん、こんな、うん、待って、今日エイプリルフールどうしよう、エイプリルフールどうしよう、あ、でももう今言っても嘘ってなっちゃうからいいや、うん、まあいいや、嘘つ、とりあえず嘘はつかない。パルちゃん配信始まったら教えて、ツイキャス。ちなみに配信者って気分屋だからさ、今日ないかもしんないよ、気分屋だから。イベントは後半出ます。ちょっとあの税金のこととか、あのいろいろやらないといけないから、あのちょっと後半にした。うん。後半に。後半にした。うん。なんでコラボしようって、たくまとコラボしようかなって思ったから、たくまくんと。でもやっぱ、うん、楽しみだけどね、私は。やだね、これ今日限定だといいね、これ、うん。ちなみにちょっとさ、人狼うまい人、あのコメント書いてくんない？ LINE 切りとか、なんかあのコメントでさ、一個のコメントでいっぱい書いて、あのそのワード、ちょっとそれ勉強するから、何切りなんとか、そこのラインとか、なんかそういうの一気に書いてみてスクショするから、今日それで言葉を配信で言うから、今日、うん、あ、今日限定よかった、
違う、その白だしとかじゃなくて、白、それはわかんないけど、白だしとか、あ、黒いねとか、そういうのはわかんないけど、うん、あ、うん、あのゲームふわっちねできないから、ゲーム私は配信終わってあのやるよ。いや私本当はさ、あーグレート、エイくん5個ナイス、ありがとう、エイくんありがとう、ありがとうございます。うん、いや本当のこと言うと、人狼したことないんだよね。1回なんてカウント入んないからさ、うん、うん、実は したことないんだよね、うん、うん、実は。あ、よかった、これ1日限定で、うん、え、たくま何復縁って、あー、なるほどね。うん、ボコボコにされる。まあ実はね、まあ実は、子供ができたら男の子は勝利、女の子は、女の子どうしようかな、女の子どうしようかな、女の子どうしようかな、マジで名前何がいいかな。男の子勝利はいいと思う。ゼロワンも言ってた。あ、それは私が言ったの。男の子は勝利だからって。なんか、あの、言霊ってあるじゃん。なんだ、あー、今月もよろしく。ドリーム花火、ナイチュ。ありがとうございます。あー、エルさんありがとう。こちらこそ。4月もよろしくお願いします。4月も、3月はお世話になりました。4月もよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。まあどうしようかな。あー何これ、あー春のやつだ。リーちゃんありがとう。リーちゃん、りーちゃんナイス。結婚今月もよろしく。あれ待って、誰かわかるかもしんない。あれじゃない、りーちゃんかな、誰だろう。ありがとう、ドリーム花火。あ、ちょちゃんだ、ちょちゃんありがとう。ちょちゃん結婚、うん、結婚です。で、私はあの、こうなんだろうな、言霊っていうのがあるから発しててそれがプラスになるのがよくって、だから福ちゃんって福って名前にしたの。福が来る、こういい言葉をずっと言って、福福って、本当に福が来るんじゃないか。
そうハッピーとかさ、そういうそういうのがさいいよね。だから勝利とかさ、男の子で勝利ね、絶対勝つ勝つ、ね、ずっと勝利勝利勝利って言ったらいいしさ、言葉もいいしさ、女の子もね、なんかそういうなんかあるといいな。うん、まゆた見てると明るくなる気がする、うん、今日コラボしたいってサチコ、あーサチ、あーでも古いなそれ、ふ古いな、でもいいね、幸せ、エミとか、エミ、あ笑顔でエミ、エミエミ、笑顔って字でエミ、あーいいじゃんエミ、あーメッセージ花火ありがとうございます、あこれだレベル100、ありがとうございます、結婚おめでとう、あーしーちゃんありがとうございます、ありがとうございます、あご祝儀かなこれ、ありがとうございます、ありがとう、うん、アパルちゃん始まったんだ、ありがとう、うん、ありがとう、あなるほどね、デリンちゃんコルモ、いやもういいよ、もう会えないんだもん、33号もさ、私会えないと冷めちゃうんだよね心が、うん、ね、うん、あそうなんだ、パルちゃんね、じゃあ2時間半で終わるわ、じゃあ2時間半で、えでもさ楽しみって言われても、え私何下手だったらさ何村から外されるのかな、私わかんないんだけど正直本当のこと言うと、人狼下手だと思う、多分下手だと叩かれる、うん、えマジ、しかも結構さ強靭ムーブなんだよね、大丈夫かな、やりたいよでも、うん、あ見に行く、あケーキリーちゃんありがとう、リーちゃん叩かれんの、まあ一回やってみて外されたらまあしょうがないけど、うんうん、素人の村人に徹して、うん、まあしょうがないよそんなの、うん、分かった、まあじゃあパル、まあじゃあもう延長やめた、うんうん、延長やめた、うん、ね、まあてな感じでね、3月はめちゃくちゃなんか充実してたわ、まあいろいろあるけど、税金とか、まあ税金とか税金とか税金とかさ、ちょっと考えないといけないことがあって、でも絶対に、なんかイベント前半出ようかなと思ったけど、この後半出て前半のうちに全部あのね、まだ領収書とかできることがあるかもしれないから、やることやって全部やって、うん、やるわ、うん、私借金おしゃれ編つうか借金編だな、借金編だった、名前変えとこう、うん、借金編だ、うん、税金ねえちょっとね、いやちょっとね、うん、これやだわ、この絵やだ、うん、これなんか今日限定だって、うん、税理士は来年から中村くんと同じ人だから、ちょっと中村くんに頭下げないと、中村くんにすいません、中村くんに頭上がらない、うん、くるちゃんふわち人狼
映像映さない配信してる。そんなのつまんないじゃん、だって面白くないじゃんね、うん、面白くなくないそれ、うん、これは昨日中ちゃん怖い、うん、しかも私なんてそんなことしたらね、ま、配信落ちんだよ、うん、え、ちなみにちょっと待って、ちょっとツイキャス見るか。え、パルちゃん、あ、難しいことなんてない、泣いてそっからどう、ね、あ、やってないじゃん、なるかですよ。え、待って、バファリンさんいんの、バファリンってコメントあったけど、うん、まだ雑談だから多分これすぐは始まんないんだと思うよ。あ、そうなんだ、うん、わあ、そうなんだ。まあこうやっていろんな人と絡んだりとかすることも、私の人見知りをやっぱこう、私人見知り直したい、なんか昨日思った、本当になんかあのね、いろんな人と話せなくてさ、しどろもどろになっちゃうし、うん、夜の仕事もね、最初はしんどかったけど慣れたら全然大丈夫でさ、でもやっぱやめちゃったらまた元に戻っちゃった。あー、ありがとう、あ、リーちゃん、ありがとう、リーちゃん、投げ忘れと思って。え、ねえねえ、私の人見知りレベルどんぐらいやばかった？うん。私って異常なんかな？うん。80%。かなり。ねえ。うん。あ、中村くん。すごかった、コミュ障だった、中村くん、あの中村くんには頭が上がらないよって話してた。中村くんには税理士これから一緒の人になるからね、あのよろしくお願いします。中村くん、中村くん、この前私粗相してないから、中村くんに頭上がんないよ、よろしくお願いします。中村くん、みんなも頭下げてね、中村くんには税理士紹介してもらうから、うん、頭上がんないよ、うん、そういえばどこまでのやつお願いする、領収書整理まで、え、あ、値段が変わるってこと、とりあえず税理士さんをあのもう教えてほしいな、連絡先、領収書整理、値段によるかもしんない、安かったら丸投げかもしんないし、値段で、まあでも私今借金女だから全部整理すんのかな、うん、自分で帳簿を作って領収書書けてもらうか、どうだろう、できんのかな、わかんない、うん、わかんない。わかんないけど、帳簿は、まあ、でも私の友達が作れるかもしんない。いや、帳簿作れる友達いる。うん。だから値段に決める、値段で決めようかな。総理じゃないよ。
私友達いるからね、悪いけど。総理と、なんかね、総理と今揉めててさ、なんでかっていうと、私総理のね、鍵持ってんの。総理の鍵持っててさ、で、この前総理がいない時に勝手に部屋入って自分のあの私物持って帰ったことがあって、で、それ私総理に連絡しなかったんだよね。連絡するの忘れててさ、そっからなんかまた粘着始まっちゃって、そうそうそう。でも家いなかったんだもんだって。うん。総理が。そう。で、今ね、総理とはちょっと今あんまり仲が良くない。そう。あ、パルちゃんから電話来た。もしもし。あ、ちょっと待ってね。もしもし。あ、もしもし。パルちゃん。はい。あの、今日何の日か知ってます？知ってるよ。嘘でしょ。嘘つき日和、エイプフールです。そうだね、パルちゃん。で、パルちゃんね、うん、この前電話した時に人狼殺できるのって言ったじゃん。そう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 。その時にできるよって言ってくれてさ、今日さ、うん、人狼殺やろうかなと思って、どうかなと。うわー、どうしよう。なんか、ええ、たぎってきた。嘘でしょ、たぎってきた。うん、たぎってきた。嘘つき日和の人狼パーティー。うん、もう、なんて言うんだろう、もうブレーでいけるんですよ。もうその批判もない、嘘つき放題なんですよ。そうだね。食べ放題。うん、うん、うん。ぜひとも、まいちゃん嘘ついてほしい。じゃあ、あの、破ってほしいし。うん、うん、うん。まあだから、ライン切りとか、白だし、黒だし、ムーブとか、あと、強靭なのに、強靭で出て、あえて占い師で出て、村人ですとか言うから。そうでしょ？九人村やってるみたいな。そうそう。九人村の話もしてる、彼女。あ、そうか、強靭ないのか。強靭はないけど、うん、でも、全然そのとこにいるんだったら、もうレベルが違うまでじゃん。あー、なるほどね。それはもうちょっと、足元に及ばないかも、俺ら。え、じゃあ今回は、村人と、人狼だけの戦いかな。そうだね。とりあえず6人でやって、まあ、なってきたら、ちょっと人数増やして7人、9人と出していきたいなと思ってるね。あ、ちなみにメンバーはどんな感じなんだろう。メンバーはね、くるちゃん。うん。よう。うん。俺、まゆた、きちょ。で、あと1人だね。なるほど。いや、特にないんで、じゃあ私メトロポリスっていう、あ、そうそう、人狼メトロポリスっていうのをダウンロードしてもらったら、あの ID 貼って部屋作るから、パスワード。そう、さっきダウンロードしました。あ、ありがとうございます。はい。だから、まゆちゃん、じゃあ今日行けるってことで。そうだね。で、私今配信中なんだけど、何時からなんだろう。うん、多分40分ぐらいでできると思う。あ、40分後 ?18 分後ぐらい。うん。あ、12時40分後。あ、そうそうそう、了解です。まあ、フワッチでもできるらしいからね、音声で。いや、どうだろうね。私、アンチ多いからさ。あ、そっか。うん、通報数とかめんどくさいから。ああ。うん。いや、前、多分やってほしいけどね。まあ、でもほら。あんま、ね、下手なことするとあれだからね。わかった。うん、じゃあ、まゆちゃん、またじゃあ連絡するわ。あ、じゃあパルちゃん、お願いします。ありがとね。はい。胸騒ぎがしてきた。胸騒ぎ、ありがとう。アイテム、胸騒ぎがしてきた。なんかボーナスタイム中だよ今。ありがとう、ありがとうございます。アイテム、まゆちゃんどうぞ。ふーちゃん、ありがとね。ふーちゃん、
いやいや、ほら、ゲーム配信ができないじゃん、だって、ふわっち。音は OK って言ってもさ、それってグレーだからね。それグレーな行為だから、もう下手なことしたくない。うん、で、くるちゃんは通報されなかったんじゃない？しかもそれ昨日でしょ？昨日って土曜日でしょ？単純に運営が休みだったからさ、ってのもあるとも思うし、まあ、今日日曜日だけど、うん、まあちょっとね、ツイキャスでパルちゃんやってるからそこでいいよ。うん、そこで、うん、そう、運営が休みだったから OK なだけで、別にそれ、あの、全然 OK ってわけじゃないからね。ゲーム配信ダメだよ。うん、そうそう、パルちゃんの枠で。うん、私アンチ多いからさ、キモい、キモいじゃん、なんか、うん、キモいじゃん、うん、クルちゃんにヘッド今向けた私。あ、ねえねえねえ、そうそうそう、ちょっと待って、みんな、あの、ヤドタンがさとコラボをするっていう話になってた。私ヤドタンとコラボするかもね、ヤドタン。もしかしたらコラボするかもしんないんで、みんなよろしくね。うん、ヤドタンと、なんかヤドタンがさ、なんかそういう話したんだよ。よかったらちょっと計画立ててよ。今月は結構いろんな人と絡みたいな。昨日あのいろんな人と絡んだのをきっかけに、4月はコラボする気に決めた。で、ちょっと大阪行こうかなって思ったけど、ちょっとお金使いたくないんでやめよう。今月は、東京で、うん。暖かくなってきたしね。ヤドタのアンチ多いんだ。まあでも私の方が多いんじゃない？前の方が多いんじゃない、きっと。ね、閲覧ある程度あると、アンチ多いんだよね、女性は特に。狂言って、いや、なんかもう考えたくない。とにかく税金のことを全部終わらせるまでは、なんかどこどこ行こっかとかそういうことは考えたくもないね。うん、で、私経費がないから、保険料とかもやばいんじゃない？健康保険とかさ、住民税、世帯主権だっけ、なんだっけ、所得税とかさ、考えたくもないわ、本当に。どこどこ行こうよとかさ、今はそんなことは考えられない。考えたくもないし、考えない。だから本当にありがとうね、こうビールとか野菜とか。本当に私、リスナーさんがいないと生きていけないからね、配信頑張って、うんね、頑張りたいと思います。まあ、生きてるだけでお金はかかるんだけど、ただ私はね、ちゃんとやらなかったことがいけなかった。うん、生きてるだけで丸儲け。あ、忘れてた、金ちゃんの10万円企画。あの、みんな、私が配信してる時に金ちゃんが始まったら教えて。忘れてた。うん、お母さんお金いっぱいある。あ、今日ね、おかんと一緒にね、出かけてた。可愛くなったねって言ってくれた。やっぱ変わったんかな、顔。なんか若返ったかな。うん、朝、いやいや、朝なんて酔っ払ってて覚えてないもん。覚えてない。たくまが好きなの分かんない。どうなんだろうね。私なんか自分で何考えてんのか分かんない。なんかね、山田くんに言われたんだよ、コメントしたときに。まゆって何考えてんのって言われたときに、
や私も何考えてるか分かんないんだよねって、その時に考えてみたの。私って何考えてんだろうって分かんないんだよね。これはエンタメとかじゃなくて分かんないんだよね。ああ私って何考えてんだろうね。うん、何も考えてないのかな、分かんないわ。うん、あ、カシンくん、え、何？カシンくん、結婚復縁遅れて申し訳ないです。実は結婚、マネージャー遅いよ、もう終わるよ私、もう終わりよね、遅いです、遅いよ。私今から旅に出るから、遅い遅い、ダメダメね。まあ私はね、なんだかんだもう4月でしょ、みんなあと3ヶ月で配信3周年だからね、私7月で3周年。なんだかんだこうやって生きて生活できるのもリスナーさんのおかげだよ、ありがとうございます本当に。あ、太郎くんともコラボしようかな今月。太郎くん言ってたんだよ、太郎くんがあのデートコラボしようよって。あの太郎くんにあのインスタにコメントしたらさ、デートしようよ、デート企画しようよって。太郎くんとデート企画どう？うん、ちなみにあのさ、この前太郎くんとのコラボってコメントどんな感じだった？例えば太郎くんのあのリスナーさんとかがなんか嫉妬とかして眉嫌だとかなってたら太郎くんにデメリットだからあれだけど、どうなんだろうね。うん、あれてなかった？太郎くんとデートしようか、じゃあ今月じゃあもう春の男祭りだね。じゃあ春の男祭り、やべ、私結婚すんだ、どうしよう、やっぱやめよう、私結婚、春の男祭りはやっぱやめた。うん、春の男祭りやめた、結婚だから。うん、いや久々の、あ、みんなじゃあまたね、ツイキャスのパルちゃんの枠見て、前のことをあのマイリスさん、じゃあパルちゃん枠でありがとうございました。また明日。